やってませんよ、大丈夫です。お前今年中に捕まらせるから。ああ、捕まらせる。やめてくださいよ。なんとかして捕まらせる。いや、今年はやばいんですよ、私も。何やばい、やばいんですよ。死にはしませんけど、あのちょっとあの家も引っ越すことになりましたね。どういうこと？いや、行くとこない。南極行け、南極行け。どう行くんですか？え、何がちょっと、ちょっと順序が…あ、だからその、家になるじゃん。道路の、あの、企画整理で。あ、企画整理？ええ。じゃあ、儲かんじゃない？いや、でもなんか、40万ぐらい出るとかいう話なんですけど、そっか、光ちゃうみたいなんですね。何光？なんか、部屋を直すとか。あと、あれは、お前の…お前の…なんかそんな…お前の面白くない人だよ。面白くないって言われる。面白くない人かな。いや、俺面白いですって。金だよ。ええ、俺面白いんだから。知らないんですよ、師匠。知らないよ、俺は。いや、俺師匠とね、師匠が一回俺を見て大爆笑した日があったんだ。俺、それは笑ってよ。いや、もう師匠が、もうこいつだって昔、俺よく言うけど、初めて会った日に、な、師匠、飲みに行きましょうって言ったやん。で、こいつ酔っ払いすぎて、俺トイレ行ったら、こいつね、ゲロ自分で浴びてた。笑ったわ、あれは。緊張しすぎて。おれーって言うよ。ゲロをかぶりながら、緊張しすぎて酒を飲みすぎて。飲みすぎちゃって、師匠大丈夫ですって全然。どういう体勢だったの？だから。もう、わーって、こうなったんだけど、うえーって。こうやって上の勢いがすごすぎて上向いちゃうの。フォースのすごいやつ。そうそう。先っぽ見て。ほら、人間の年を大笑いしてる。笑うわ、それは。自分の家の方浴びて。しょうがないじゃん。お前いいな。俺は浴びるやろ。浴びたら笑うよ。俺は自分のを浴びてんだもん。これはこれは私服用。あ、私服用。そ白いシャツ、そんな珍しくないじゃん。いや、何個持っててもね。俺、キーヒも白いシャツ、あんまり着ないですね。清掃は白のブリーフ。清掃ね。あれじゃあ、あれ、ブリーフの上着てんだからね、あれね。え、着てるんですか？裸の王様だ。嫁に渡されてる。嫁に毎朝渡されてるんですよ。今日はこれを着てね。あ、しょうがねえ。で、ビデオに撮ってみると、着てないんですね。おかしいですね。一応こうやってる。一応こう。嫁は確実に渡してるんですよ。って。やるんだろうね。仲いいですね。え？仲いいっていうか、多分俺を殺そうとしてるんだよ。そんなことする嫁なんだったら。あ、嫁も同じ服着てます。嫁もちゃう。人取ったら裸。やばいやろ、その服やばい。近所で有名の透明服。透明服。それは有名になるわな。ゴキブリでね、わめきちゃうんだすげえわめきちゃうんですよ、俺。あ、なんか。でも実家しか自宅出ないって言ってましたよね。うん、出ないんだけど、一回出たのよ。出たっていうか、あれはね、本当誰かが打ったんだよね、ホームラン。多分、落合がホームラン打ったんです、バーンってゴキブリを。どういう状況なの？で、俺がガラガラって開けたのよ、窓を。そしたら、ビューって入ってきたの。こう、ギューギューぐらいでもう入ってきたの。ギューギューギューって。ちょうどそんなことできるのは落合しかいないだろ。狙ったように。狙ったように。この隙間ね。うん。で、ギリギリだよ。ポールギリギリってギューって入ってきた。ポールってなんか家やろ。ホームランポール。ホームランポール家にある。あるある。もうギリギリで。ギリギリ入ってきた。